はいどうも、三つ編みボンドです。お願いします。トミーです。ということで、今日は僕からカンタへのドッキリをやっていこうと思います。前回ね、あのかくれんぼをこの家でやらせていただきまして、で、まぁ、ちょっとこう変えられて、で、探したらヨヘが出てきて、いぶきもいるみたいな、ドッキリをね、かけられたわけなんですけども、まぁ、なかなかこう僕からね、ドッキリを、かけるっていうのはまあ難しいかなと思ってたんですけど、カンタが、かけていいよってずっと言ってくれてて、初心に戻って、あるドッキリを思いついたのでやっていこうと思います。動画をね、始めたての頃にカンタがね、編集してくれてて、僕はその間ね、こうバイトをしてたんですよ。で、その時にそのバイト代で水溜りボンドの撮影用にいいカメラを買うっていうのを一回ね、まあ、サプライズみたいな感じでやらせていただいてて、で、今ね、僕バイトしてる身なんですけども、バイト先に行かせていただいてバイト代をもらって、で、そのバイト代でカメラを買って、これから水溜りボンドが撮影に使うカメラの一つとして、そのカメラを簡単にプレゼントしたいと思っております。動画を始めたての頃にやったドッキリを今回また初心に戻ってやれたらなと思っております。それではバイト先に行きたいと思います。ということで、アクアラインを通ってバイト先に向かっています。長距離運転になるんで安全運転で行きたいと思います。今日ね、お店は休みなんですけど、作業しているそうなので、僕もちょっと行って作業手伝いつつ、最後にね、お給料をいただいて、先月入ってた時間から考えると多分6万円ぐらいだと思うんですよ。で、ね、6万円だとちょっとカメラね、買えないかもしれないので、先々月のね、バイト代とかと合わせてカメラ代にしようかなと思っております。もともと外に出るね、ことが少なすぎて、あんまりそれは良くないんじゃないかっていうこともあって、でもこうバイトするってなかなか環境とか場所を選ぶのも大変で、で、そんな時にね、声をかけてくださって、うちだったらね、まあ、まだ開店してないし、 DIY するだけだったら接客もしないから、外に出る、外に出てね、その体内時計合わすいいきっかけになるんじゃないですかっていうことを言っていただいて、バイトさせていただくことになったんですよね。もう本当に感謝してます。到着しました。意外とね、混んでて時間かかっちゃいました。よいしょ。ラーメンのいい匂い。ちょうど夕暮れ時です。ちょっとじゃあお給料もらいに行きます。いやー、僕学生の時のね、バイトもね、給料手渡し制度だったんで、懐かしい気持ちです。お疲れ様です。あ、すいません。では、すいません、ありがとうございます。本当、お疲れ様でした。いやいや、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。いただきました、給料。あ、いや、すいません、本当にありがとうございました。もうお世話になりました。もう、お疲れ様でした。いえいえ、どうも。今後ともちょっと時間があるときにバイト続けさせていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。中身を見たいと思います。給与明細が入っている。給料公開する系 YouTuber だな。52,750円。ちょっとね、他の月とかのバイト代もちょっと入れないとカメラ買えないな。いや、でもね、ありがたいですよ、本当に。すいません。これを持ってヤマダ電機に向かいたいと思います。東京に帰ってまいりました。前回坊主頭触ったらね、どんどん減額されていくチャレンジの時にお世話になった新宿の山田電機さんです。ちょっとカメラコーナーを見に行きたいと思います。ちょっとやばい、ピンチかもしれない。これなんですよ、僕が買おうと思ってたやつ。これ壊れちゃっててないんで、これちょうど買おうと思ってたんですけど、今店員さんに聞いたらちょうどないって言われました。今日お願いしても年内には手に入んないそうです。で、しかもいろんな店舗電話かけたんですけど、やっぱどこにもなかったので、
一眼系はちょっと高いしな。いや可能性としてあるのはその僕が狙ってたそのサブチャンとかで使ってるハンディカムじゃないパターンで言ったら、まあ、GoPro とか、まあ、あとはそのカメラの、まあ、周りの付属品とか SD カードっていうのを考えたんですけど、 GoPro Max とか今までなかった種類とかはちょっとあったんで、ちょっともうカンタ欲しいのにしたいからもう電話しようかな。不安だもんな。ちょっと電話します。お疲れ。あ、お疲れっす。あ、ごめんね。あのさ、なんかさ、カメラってさ、今さ、なんか足りないのあったっけ？カメラ。え？サブちゃんのカメラはないかな。サブちゃんのカメラは今、それ以外だとなんかあるっけ？でもこの間紹介してたもんね、いろいろ買ってたよね。 GoPro Max とかは？あ、持ってないね。 GoPro Max 360度撮れるやつ。あ、 GoPro Max は気にはなってる、ちょっと。あ、本当？うん、 GoPro Max やっぱり Max はいいからな。GoPro Max 在庫ありました。ありがとうございます。私が忘れないように。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。買いました。それではプレゼントしたいと思います。ちょっと座ってください。急に怖いんだけど。それ座ってください。落とし穴？一回鼻かも。ちょっと怖いか。ウェットティッシュ。え、トミー君来ます？すぐすぐ行きます。はい、まあ、でもちょっとじゃあ目つぶっていただいて。えっ、何何、え、ま、マジマジマジで目つぶよ。はい。えっ、何、鳥？鳥じゃない。いや、マジで緊張してます。実は何、怖いよ。回ってる回ってる、カメラ赤くなってる。なんでそこ気にしてる？心配だった。回ってなかったらなんか見方わかんない。見たい。ワンチャン撮れてないです。そうかもね、はい、でもしょうがないもんね、それは。いや、避けたい。避けたくはある。でも見えちゃうの。どうぞ。目を開けてください。はい、開けます。え、いいですよ。3、2、1。はい、こちらを使ってまいりました。何、どういうこと？クリスマスプレゼント。何もらいました。え、も、マジ、マジもらい？マジもらい。え、じゃあ行きますよ。え、な、なんで？何行きよ。うん、なんでもう一回目つぶ。怖いから。おー、 GoPro、 GoPro Max。 はい、めっちゃいいじゃん。え、なんで？昨日電話した時に、おう、GoPro Max の話したんですけど。え、嬉しい。はい、バイト代でカメラ。カメラ、もう前もあったやつ。はい、企画室であったやつさ。360度撮れるんだよね、これ。ラーメン屋の、はい、あの期間行ってた。はい、いや、それ重いわ。いや、僕はもうバイトしかできなかった。あの時、あの動画見てくれてる人って今見てんのかな。そういうことがあったんですよ、昔。確かに、それ説明しなかったかもしれない。みんな知らんよ、あれ。じゃあ、俺らだけの肝ドッキリをしてしまった可能性ある。肝。え、嬉しい、ありがとう。いい、ちょっとぜひ、また二人で使いましょう、これ、ね。そして、はい、いや、ありがとうございます。ちょっと、気合を入れて話す内容なんですけど、まあ、ちょっと怖い、怖い、なに、もうこれで俺全然いいよ。ありがたいことに、こう、温かいコメントも多くて、まあ、その、うん、いろいろね、最近の動画を応援していただいてるなっていうのは思いつつ、そう、面白くて、なんかこうみんなの気持ちをこう動かせるような動画を作っていきたいなと思ってるから。いきたい。1個目のドッキリ、うん、結構難しくて。あー、で、まあ今回こういうドッキリをこう考えたんだけど、でもこっからはやっぱしっかりこうドッキリをこうかけられたらかけ返して、うん、こう視聴者さんもっと笑わせていきたいなと。そうだね。ので、
かかってこいやっていう、あれでしょ、避ければいいんでしょ、何様なんだよって思われるかもしれないけど、うん、いやもう、もしそのカンタにドッキリかけるなっていう人がいたら朝倉みくるさんに頼んでも、いつの朝倉みくるさんじゃん、もう一発言ってもらうから、楽しませたくてドッキリ掛け合ってるから、もともとそう、なんか前あのキーチと一緒に、うん、あのおお懐かしい、あれみたいな感じで これにてミスターボンドのドッキリ合戦を開幕しようかな、あーはい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 、この度トミーは、あ、契約書ね、はい、次回のドッキリからやられたら100倍でやり返す意識を持ってヒリヒリさせることを最優先に考えて真摯に企画に向き合っていくことをここに誓いたいと思います。じゃあいいですか、書いてください、はい、うん、え、そうかやったいや、あれ今までで一番しょっぱい感じ、なんかびっくりしたわあれ今まで、今までわーってやってたのは嘘ってことですか、嘘とかじゃない、言い訳もう一個怖いな、俺今までガチガチなんです、本当に今まで、ちょっとじゃあ俺もやる、うん、いやお前お悪いわ悪っ、あっでも大丈夫、似てるずっとな、やめろよおい全然大丈夫、え、じゃあ待って、ごめんなさい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 、いやだってさ今まで逆に痛がってなかったじゃないですか、我慢しました、リアクションずるいって我慢しました、本当に怖いもの苦手だし、もう電気も本当はめっちゃ苦手です、怖い人変わっちゃったんか、これ結構反省する、こういうなんでマジで弱かったで、いつものが10だとしたらもうこれ2とかです、ああそうなんで、ね、いや違う、無理させてて今まで信じてもらっていいですか、え、なんでだろう、ちょっともう一回だけやってみていい、もう終わっていくだけ、もういいよ、もうお願いします、納得いかんわ、いやもうあれは違うわ、もう一回、もう一回ごめんごめん、マジでもう一回だけやらせてください、もういいでしょ、もう一回だけごめんなさい、え、もう書けばいい、いやいやもう書いてあるから、あーね、やってたもんね前はね、それね、ということで以上今日のミツナイオンでした、はい、ぜひチャンネル登録してください、はい、また明日、ありがとうございました、すみません、なんで、いや全然全然、いや何何何、いやいやもうわざとしか見えないって。